ガスマンプレゼンツ田中みな実あったかタイム。こんばんは、田中みな実です。土曜日の夕方この時間は皆さんに心を温まる時間をお届けしたいと思います。この番組は各界のスペシャリストをお迎えして人生を豊かにするヒントを教えていただこうというコンセプトでお送りしています。今週は映画パーソナリティの寿司さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。寿司さん、お久しぶりですね。あ、そうなんですよね。ええ、田中みな実さんとは以前ね、 TBS の映画番組で3年ぐらいでしたっけ。結構長いことご一緒させていただきました、ね、一緒にさせていただきました。はい、で年末一緒に原田泰造さんの舞台を見に行かせていただいて以来ですかね。ですよね。今年初めて。で寿司さんは、うん、その映画心理カウンセラーっていう肩書きでよろしいんですか。うん、まあ、一応、公には映画パーソナリティって、うん、映画パーソナリティですね。なるほど。このパーソナリティよくなんでかって言われるんですけども、実はラジオパーソナリティから来てるんですよ。高校の時ラジオが大好きで、僕はがき職人だったんですね。そうなんですか。そうなんです。僕 どの番組に送ってたんですか。番組名を言うのはちょっと角が立つんじゃないですか。その頃ジャンクなかったですからね。オールナイトニッポンですか。そうですよ。ちょっと有楽町の方にねはがきを送ってましたけれども、それで読まれたりしてたんですよ。トンネルズさんのオールナイトとか、すごい、雲南さんとかも読まれたし、大槻健二さんのオールナイトに至っては僕電話出演してたんで、高校の頃から。そうなんですね。そうなんですよ。だからこの業界に入るのもラジオがきっかけで、うん、当時のその条例みたいな感じになったんで、プロデューサーの方、僕直接聞いたんですよ、うん、ラジオのパーソナリティになるにはどうすればいいですかって。そしたらその人が3つ提案したんですよ。1個はいい大学出てアナウンサーになりなさいと。お、まあね、TBS とか。そうですよね、でもう1つはミュージシャンになりなさいと。うーん、はー、で3つ目がお笑い芸人をやりなさいと。なるほど。そしたらあのパーソナリティになれるよっていうことで、僕大学で東京出てきましたけど、その消去法でタレント事務所に入ったんですよ。そうなんですね。ラジオをやりたくてこの業界に入り、で今たまたま映画の仕事をしているんで、ラジオパーソナリティから映画パーソナリティって名乗ってるんですよ。もともと芸人さんだった。そうなんですよね。だからラジオをやりたくてプロダクションに入れてもらったんですけれども、いきなりラジオ番組なんて持てないじゃないですか、うん、そんな中事務所の方がちょっとこういうお笑いをやってみればっていうことで、うん、一人を紹介してくれて、でコンビを組むようになったんですよね。なるほど。そのあたりのお話、コマーシャルの後詳しくお聞かせください。よろしくお願いします。お願いします。ガスマンプレゼンツ田中みな実あったかタイム。田中みな実あったかタイム、本日のゲストは映画パーソナリティの寿司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単にではありますが、寿司さんのプロフィールからまずご紹介していきます。はい。寿司さん、1973年生まれ、41歳。小学校の頃から一人で映画館に通うほどの映画好き。本格的に映画にハマり出した予備校生時代には近くのレンタルビデオ店に通い詰め、在庫の作品をほぼ制覇していたとか。年間500本以上、これまでに1万本以上の映画を鑑賞してきたという寿司さん、その知識と特技の心理学を合わせた映画心理分析が人気です、うん、現在では日本工学院で非常勤講師も務めています。そうだったんですね、はい、TBS 朝の情報バラエティ白熱ライブビビットでは火曜日のビビットシネマにレギュラー出演するなど、テレビラジオともに幅広く活躍中です。はい。この業界長くていらっしゃるんですもんね。オープニングでもお話ししていただきましたけど、ね、はい、元々は入りはお笑い芸人さん、ね、そうですね。でもね、元々の入りで言うと、僕 NHK のお兄さんとかやってたんですよ、ね、はあ、え、嘘。そう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 、21年ぐらい前に。え、何のお兄さんですか。歌のお兄さんとか。歌も歌ったり踊ったりもしてました。教育番組、今の E テレですよね。嘘。でお兄さんみたいなことやって出たんですよ。そう。いや、ちょっとごめんなさい、全然イメージがなくていや確かにイメージ湧かないでしょうけど、20年前ですからね。そうですか、うん、で
そんな寿輝さんがその映画パーソナリティとして活動するきっかけになったのは何だったんですか？昔からやっぱり映画は好きで、で友達とか先輩とかに、おい寿輝、なんか最近面白い映画あったのってよく聞かれてるっていうことに気づいたんですよ。あ、最近こんな映画面白いですよとか、いや最近なんか落ち込んじゃってさ、なんか見る映画あるって言ったら、あ、だったらあなただったらこの映画がいいですよとかやってたんですよね。でそれを思い出して、ケツに火がつくというかね、タレントとしてやっていくのも難しいななんて思ってたんで、最後に映画をお伝えするキュレーターみたいなことができたらどうかなと思って。キュレーター？キュレーターって相手に伝えるっていう意味、なんか伝える間に入る人間ですよね。要はこの作品はすごい面白い作品、映画があるのに埋もれちゃう作品っていっぱいあるじゃないですか。だからそんな中、その映画をこう伝える間にあるコンシェルジュみたいなものができないかななんて思う。私もだって番組で共演させていただいて、すぐぐらいにその映画心理分析っていうのをやっていただいて、はい、覚えてます？もちろん、やったことは覚えてます。その時の映画、確かね、言ったのが、プラダを着た悪魔と、出ました。あと、クイールっていう、なんか、はい、あのワンちゃんの映画と、はい、うん、あともう一個なんか話題作を一個あげたんですよ。なるほどね。で見ていただいて、うん、で結構鋭く自分の性格とかいろいろ分かるんですよね、映画から。僕ね、思い出した、新宿の、お店で初めてお会いした時に多分心理分析したんじゃないかな。へえ。なんか今思い出したわ。ごめんなさい、全然覚えてないですその時の、全然の時の顔ねリスナーの人にお届けしたいわ。全然の時の南ちゃんの顔ね。でもね、昔ね、もうほんと3、4年前に一回したことありますね。そうでした。うん。その時からちょっと変わってると思うので、はい。やってほしいなって思ったりなんかして。いや、もちろんもちろん。全然やりますよ。だから映画心理分析ね。でもそもそも多分リスナーの方で映画心理分析とは何、っていう方もいらっしゃると思うので、そうですよ、ちょっと説明させていただくと、お願いします。その時パッと思い浮かんだ好きな映画3本言ってもらったら、その人の深層心理がちょっとわかるよなんていうものなんです。で、芸能人の方も700、800人ぐらい多分やらせてもらってるんですけれども、例えばね、面白かったのが、そうだな、薬丸さん。うん。クレーマークレーマーと、うん、アイアムサムと、ニューシネマパラダイスという作品を薬丸さん挙げたんですね。名作ばっかり。もう3本の共通点ね、リスナーの方もお分かりだと思いますけれども、全部、父と子の作品なんですよね。ああ、確かに。やはり薬丸さんってね、子供を大事にするっていうところがこう出てるな、なんていうふうに思うんですよね。あとは、例えば、あ、これよく言うんですけれども、劇団ひとりさんに、以前映画心理分析やったことがあるんですね。うん、もう7、8年ぐらい前だったかな。劇団ひとりさんが挙げた映画が、ノッティングヒルの恋人。あ、大好き。プリティーウーマン。ほう。で、ホワイトライズ。この3本挙げたんですが。なんか女の子が選びそうな映画。みなみちゃん、鋭い。この3本とも、恋愛映画なんですよ。本当ですね。ホワイトライズっていうのも、恋愛映画なんですね。で、その時僕、心理分析した2週間後に、劇団ひとりさん、結婚したんです。ああ、じゃあ、お相手の大沢あかねさんの趣味だったんですか、ね、うん、いや、でも、やはり自分の中で恋愛要素がすごく強かった時期だったかもしれないですよね。そういうことですか。で、その後1ヶ月後にお会いした時に、寿輝くん、おかしいんだよって劇団ひとりさんが言うから、なんでって言ったら、好きな映画を聞かれたら僕は絶対、男は辛いよいつもあげるんだと。うん、にもかかわらず、寿輝くんに、パッて、今思い浮かんだのって言われたら、その3本が出ちゃったって。で、要は心理的にこの恋愛モードになっていたみたいなものがこう、うん、パッと思い浮かんだ好きな映画にこう反映されるんですよね。面白いですね、はい、なんか特に印象に残ってる方っていらっしゃいますか、うん、特に印象に残ってる方は、例えばこれは映画パッと思い浮かぶ好きな映画3本って基本的にシリーズものはなしなんですよ、より詳しく知りたいから、うん、でそれをこうやって説明した後、プロレスラーの長州力さんに映画心理分析した時、長州さんすっごい映画好きなんですよ。ほんと好きなんですね。そうなんだ。でそんな中、じゃあお願いしますって言ったら、長州さんが考えた上で出した映画が
ゴッドファーザー1,2,3っていう、シリーズものダメですよって言ってたんですけれども、それはもう何も言えないですよね。本当ですね、長州さんがそう言えばっていうね、あとマツコデラックスさんにも映画審議分析、ね、同じ事務所の、はい、させてもらったんですけれども、まあその時パッと思い浮かんだ好きな映画3本よって言ったら、マツコちゃんがことぶきちゃん3本には決められないって言って、5本あげましたね。まずこの段階でルールにとらわれないっていう性格なんですけども、マツコさんの5本何だったんですか。マツコちゃんが挙げた映画が奇跡の海、うん、追憶、ダブルの悲劇、ダンサーインザダーク、ひまわりっていう作品なんですね。だ割とこの、あの古い映画とかもあるんですけども、一本も見たことないです。あ、本当ですか。はい、僕大好きな映画、ダブルの悲劇とかも僕大好きですけど、この5本の共通点っていうのがあって、実はね、それはもちろん見た方の取りようはありますが、基本的にアンハッピーエンドなんですよ。全部？基本的に全部そうです。取りようありますよ。で、そこでマツコちゃんに老後の心配してるねって言ったら、なんでわかるの？私は老後のことしか考えてないの。だから今貯金してんのよって言ってましたけどね。あ、そうですか。じゃあ、うん、もしもう本当に生涯寄り添う相手が見つかって、はい、その上で琴吹さんがもう一度心理分析をした場合、はい、変わるんですかね。映画心理分析っていうのはその時で変わりますよね。で、変わらない人もいるじゃないですか。例えば1年前上げた映画と変わらない人はいるじゃない。その時はそういう分析しますし、変えようがない、変わりようがない、考え方が芯を持ってるってことですよね。へー。人の影響を受けないというか。なるほど。あの、年齢を重ねた人は多いですよ。うんうん。あの、なかなか新しい最新の映画を上げる人は少なかったりしますから。うん、でも最後に一人だけ本当に変わってるのは、はい、まあ一般の方で僕多分1万人ぐらい映画心理分析してます。で、芸能人の方も700、800人してます。唯一の答えがいたんですよ。はい、これ板尾さんです。板尾一治さん。映画心理分析の話してて、おー、小峠くんそんなことやってんだってうどん食いながら二人でいたんですね。はい、おー、じゃあちょっとなんか寄ってもらおうかな。あ、いいっすか、いいっすかって言って、パッと思い浮かんだ好きな映画3本お願いしますって言ったら板尾さんが、25分ぐらい考えて、一本もあげなかったんですよ。一本もあげないって何っていう。いやー困るなーって言って、一本もあげなかったんですよ、うん。それは好きな作品が多すぎて選べなかったんですかね。いや、これはこういうとこ、いいとこもあるし、あ、でもこれ俺が出てるなーとかいろいろ考えてて、結局、一本は決められないなーって言ってあげませんでした。じゃあできないですね。できないです。でも、性格わかりますけどね。いろんな方に気を使われるだとか、まあちょっと優柔不断なところがあるだとか、まああと人に決めつけられたくないとか。でも深層心理は琴吹さんに見てほしくはないっていうことだったんですかね。はい、まあそうですね。いや、みなみちゃん、琴吹さんにっていうとね、ちょっとね、あれですけれども、まあまあそういうことかもしれない。ね、なんか私もやってもらいたいです、はい、久しぶりに。いいですよ。じゃあコマーシャルの後ぜひお願いします。はい。ガスマンプレゼンツ。田中みな実あったかタイム。映画パーソナリティの琴吹司さんをお迎えしてお送りしています。琴吹さん、はい、久しぶりに映画心理分析私もしていただいてよろしいでしょうか。いやいや、もちろんです。すいません、こちらこそお願いします。じゃあみな実さんが今、はい、パッと思い浮かぶ好きな映画3本をあまり考えずにポッて言ってください。シンデレラ。シンデレラ。シンデレラは何ですか？最新ですか？そうですね。なるほど。ラブアクチュアリー。最新。ちょっと待ってください。ちょっと早いな、もうな。ちょっとまだ書いてますから、今。本当にガチでやってるんですから。書かなくてもわかるんじゃないですか？違うんです、違うんです。この構成とかいろいろあるから、ラブアクチュアリー。はい。あとなんだろう。さっきちょっと考えちゃったんだよな。本当はテラスハウスって言いたいけど、でもちょっとテラスハウスは映画っていうか、なんかドキュメンタリータッチだから、映画っていうか作品っていう意味で考えると、ちょっと待ってくださいね。ストロボエッジ、うん、へえ、面白い。わかんない。一本目がシンデレラ、最新のシンデレラですね。ラブアクチュアリー、はい、そしてストロボエッジと。はい。映画心理分析、
出ました。あ、そんな感じで出るんですか。もうすぐ出ますだっけ。面白いですね。っていうかね、映画の心理分析って何が大事かというと、映画の内容もそうなんですが、はい、その前にどういう風な言葉を発したかとか、どのような間が空いたとかもう総合的な判断なんですね。まあ、基本的には1本目は自分がどう見られたいかだとか、うん、で2本目は自分の根底に流れるテーマ、はい、3本目がバランスを取る映画なんですけれども、まずね、田中みな実さんの場合余白が多すぎますね。いや、ちょっと待って、今ことぶきさんが書くのが遅いから。そんなことはないです。もう書いてました。僕違うこと書いてますから。実際には最初に、どうしようから入ってるんですよ、はい。でもね、そんなことメモってるから遅いんじゃないですか。違います、違います。これ大事なポイントなんですよ、はい。にもかかわらずみなみさんはもう早かったです、タイトルを上げるのが、うん。にもかかわらず、どうしようかなって一旦入れてからのシンデレラ。しかも一本目に最新映画上げてきましたよね。そっか、考えてるふりして実は考えてない。そうなんです。それをどうしようって入れたってことは、シンデレラをもう言うって大体決めてるにもかかわらず一泊どうしようっていうのは、これは非常に女優性って僕言ってます。どういうことかというと、自分のことを、本心みたいなものをあまり公につまびらかにしないタイプ。要は自分っていうのはこういう人間だと分かってほしいにもかかわらず素直になれない部分がこれ出ちゃうんです。この段階でね、一本目に最新映画を上げるっていう方は非常に吸収をしたいタイプの人なんです。どういうことかというと、自分が頑固な部分もあるんですが、それ以上にもし人からアドバイスをされて自分が納得したらそれを取り入れようという前向きな気持ちがある方なんですね。本当そうですね。実際みなみちゃんとか見てると、もうアナウンサーさんとしてね、もちろん経験も積んでるでしょうし、いろいろなイメージがありますから、人に言われても私はこれっていうタイプに思われるかもしれないけれども、一本目のこのシンデレラを上げた段階で割と話を聞くんだと、自分で納得すればそれに受け答えるんだっていうことを思えるんですよね。なるほど。ただね、一番面白かったのがね、3本目のね、うん、テラスハウス本当はっておかしいでしょ。おかしいでしょ。本当はテラスハウスなんだけどテラスハウスでいいんですよ。でもにもかかわらずそれではないってこと、どういうことかというと、自分のことをより分かってほしい願望なんですよ。テラスハウスを上げていいんですよ、うん、終わりで。でも、うん、これもいいんです。ただストロボエッジなんですよ。で、あげるっていうことは、こんな私もいるんですと、あ、いう自分の伝え方っていうものがあるんですよね。なるほどね。あと今このブースの中で僕タイトルを普通に紙に、今初めて聞きましたから、書いてましたよね、はい。にもかかわらずまだ書き終わってもいないのに2本目行こうとしましたよね。非常にせっかちですよね。自分のペースで物事を進めて。ああ、そうそうそう。いや、例えばデートに行くみたいな時があった時に、うん、男性がどこ行こうよ、私ついていくというタイプより、私がどこに行きたいからあなたこうしてと計画を立てたいタイプというのが、もう今の言い方、そしてこの映画のタイトルで出ていると思います。以上、映画心理分析でした。待ってください。今のって余白から読み取ったこととか、うん、はい、その映画以外の部分じゃないですか。だって内容に触れていいんですか？内容を触れてほしいです。いいんですね。はい。さっきの、ちなみにデートのことですけど、はい、細かく言えば、私は、あ、何でもいいよって、合わせるよって、言っておきながら、うん、じゃあこれはって提案された時に、それもいいけどこれはどうって言って自分の意見を推し進めるタイプ。なるほどね、だから根底に流れるテーマでラブアクチュアリーという映画を、まあ、上げてるじゃないですか。そうか、2本目の映画が自分の根底に流れるテーマ。そうですよね。で、ラブアクチュアリーというテーマ、あの映画に関してなんですけれども、まあ、いわゆるこの様々な男女間の恋愛をこう描いてますよね、はい。で、ラブアクチュアリーが好きな方っていうのはいいとこ取りの人なんですよ、ええ、要はこのカップルにはこういう良さがあり、このカップルにはこういう良さがあると、その部分を全部こう引き受けたいみたいなところがあって、ちょっと若干この恋愛に関して欲しがり屋さんな部分があるんですね。あ、やっぱいいところが欲しいなって。でも、ちなみに2本目にラブアクチュアリーを上げる方は晩婚の方が多いです。要は恋愛映画で好きですって言っときながら2本目に上げるってことは、いろいろないいところを知ってるだけに実践で結婚ができづらいっていう方が2本目の場合は多いですよね。でも確かにね、映画みたいな恋愛がしたいとか、
こんな恋がしたいっていうのをずっと思い描いてしまうタイプだから、晩婚じゃ晩婚なのかな。いやそうなんで、だから1本目にシンデレラというね不朽の名作の物語を挙げたじゃないですか。1本目は何でしたっけ。どう見られたいか、どう見られるか、うん、ってことを言うと、自分が、積極的に恋愛に走るという自分ではないんですと、うん、実は白馬に乗った騎士じゃないですけれども、うん、誰か理想の男性に自分をさらってほしい、身を任せたいという気持ちがありながら、2本目に現実的な恋愛を求めてるんですよ。だからなかなか結婚までに行きづらい方が多いのではないかと。もちろんきっかけ次第ですよ、もちろん分かりませんけれども、そんな風なところがこう読み取れましたね。うん、3本目のストロボエッジはバランスを取る映画、うん、としてはどうなんですか。まずそのシンデレラ、ラブアクチュアリーとか、例えば洋画とか邦画とかいう意味もいろいろ含めてなんですけれども、自分の等身大の愛みたいなことで言うならば、ちょっとシンデレラとラブアクチュアリーのこれなんていうかな、幅の広さみたいなところで、この最新作のストロボエッジをこうって持ってきたっていうことは、恋愛という自分の中での思いがあるにもかかわらず、それを前面に押しつつ、実は本当の意味での具体的な恋愛というよりか、仕事を頑張りたいと思っている人に僕は見えてならない。これが南さんじゃなかったら、人に他の人で言われたりするじゃないですか。恋愛したいしたい、結婚したいって願望はあるかもしれないけど、実は仕事とか頑張りたい人だよねって言っちゃうかもしれない。あ、そうですか。このラインナップで言うと、へえ、みたいなとこもあるかもしれません。先生、もしもしテラスハウスだったらどうなってたんですか。どんだけ食いつくんですか。僕一回閉めてますよね。この後こんだけなんかこのロスタイムあるのって珍しいんですけど、だって3本目にほら、テラスハウスと本当にあげようと思ってたから、うん、でもストロボエッジにしちゃったから、じゃあテラスハウスだったらどうだったんだろうか。もしテラスハウスだったらってことなんですけれども、テラスハウスもラブアクチュアリー同様なんですけれども、様々な、基本的にはですよ、もともとコンセプトとしては様々な、男女間の恋愛を描いてる、まあ、作品ですよね、基本的にはね、でその後はもちろん主人公の男の子がどうなるかっていうのもあるんですけれども、テレビシリーズからこう見ていたっていうことがあるじゃないですか。わりかしテレビシリーズが好きで、3本の中に要は劇場版みたいな映画が上がる方、一途な方が多いんですよ。一途？要はテレビですごい好きだった、だから劇場に見に行った、いまいちだったなって方多いんですよ。へー、でもずーっと好きなんですよ。テレビドラマシリーズも好きで、好きで劇場版も好き、好きです。そういう方はわりかし恋愛に関しては一途な方が多い。自分が好きだと思ったら、相手がどういうふうなことを言われようと、私が好きだからいいじゃないかっていう、まあこの一途さと恋愛における頑固さを持ってる方かもしれないですね。へー、うん、じゃあテラスハウスの副音声もじゃあ見に行こう。オーディオのやつ ね、 なんかね、見に行きます。はい。なんか本当はこの後ことぶきさんにいろんな方のお悩みに合った処方箋映画っていうのも教えていただきたかったんですけれども、はい、残念ながらお時間となりました。ちょっと待ちなさいよ。なんか僕のせいみたいな言い方やめてよ。散々映画心理分析やったけど、こんだけ粘ったの初めてよ。なんかね、占いとか大好きなんですよ。ああ、まあね。占い師みたいに見えてきちゃって、ことぶきさんが。いや、僕は占いとかね、そんな能力は全くないですよ。いやー、面白かった、はい。ぜひ皆さんにもこの気持ち味わってほしいので、来週、処方箋映画も含めいろいろと教えていただきたいと思います。来週もぜひお付き合いください。はい。エンディングのお時間となりました。今日は映画パーソナリティのことぶき司さんをお迎えしてお送りしました。ことぶきさん、いかがでしたか。いや、あっという間でしたよね。ね、30分あっという間ですよね。ただ映画心理分析で田中みな実さんがあんだけ食いつくとは思わなかったですね。ね、じゃあエンディングで一個だけやりません。何その処方箋映画。ああ、全然例えば、子供との会話が少なくて、家族団らんがなくなってきました、うん、冷め切った家庭を明るくするにはどうすればいいでしょうか。冷め切った家庭を、ね、このお悩みに合う処方箋映画はズバリ、出ました、園子温監督ののり子の食卓という作品を見てください。これかなり奇抜なね、処方箋映画なんですけれども、冷め切った家庭っていうのはなかなか他の力の要素で なんとかなるもんじゃないんですよ、ただね、のり子の食卓という作品は疑似家族の作品なんですよね。要は自分の家族がどれだけ大切かというのをショック療法的にのり子の食卓を見たら思えるかもしれません。はい。
これ楽しいですね、うん、楽しいですこれ楽しい何ですかこれ楽しいって来週ぜひ、はい、これいろんなお悩みに合わせて映画の処方箋お願いします。はい、それでは暖かな週末をお過ごしください。お相手は田中みな実と寿司司でした。また来週。